こんにちは、ごまおです。本日はですね、配当金額の報告をしていきたいと思います。2021年9月期にですね、 VYM、HDV、SPYD、 あと VT と VTI っていうのもね、配当金もらいましたので、その金額内訳報告していきたいと思います。この動画を見るべき方は、配当金による不労所得生活に興味がある方ですね。どんな銘柄に投資しているのか知りたい。保有株数、投資方針、配当金の額が知りたいという方に参考になると思います。簡単なごまおの属性です。30代の男性で、子供2人いる地方で転勤した中小企業の会社員です。年間生活費300万円で生活しています。2016年より投資開始、イデコ、ニーサ、ジュニアニーサなどを通じて、米国株 ETF へ投資しています。あと仮想通貨もね、ガチホしたりしています。はい、2021年9月の配当金受領額をまとめてみました。今月は非常にたくさんの ETF から配当金もらえる月だったので、合計、6万5888円ですね。1ドル100円換算ですけれども、もらえることができました。 627.5 ドルですね。 SPYD とか VYM、 また HDV みたいなね、高配当株 ETF といわれる人気の銘柄たちから配当金ががっぽり入ってきたっていう感じですね。あとは VT とか VTI っていう、ここら辺も高配当ではないけど、非常に有名な ETF で、人気のある ETF たちですね。これらもちょこっと持ってるので、そこからも配当金もらえてますというような状態です。はい、これらのね、内訳をもうちょっと詳しく説明していきましょう。まず SPYD ですね。これ高配当株ですね。の高配当株が、そうです、80株ぐらいですね。 S&P500 に採用されている銘柄の中から80株厳選されて作られている ETF ですね。高配当の順番に80株ですね、80銘柄か、80銘柄をね、厳選してピックアップした、して作られた ETF ですね。はい、で私はですね、まず特定口座で98株持ってます。ね、その分は、まあ、税金いろいろ引かれた結果 27.34 ドルもらいましたよっていう感じですね。であとは、まあ、一般ニーサですね。ニーサ口座でも持ってまして、一般ニーサはね、その年によって明細が分かれてるみたいで、これ SBI 証券での場合ですけども、2019年に買った分、こっちが一般ニーサ2020年に買った分で、一般ニーサ2021年に買った分ということで、それぞれ分かれているということですね。2019年に98株買ってて、34.11 ドルもらってますと。はい、特定口座で98株持ってても 27.34 ドルなんですけど、いろいろ課税されるからね、ここら辺、この国内源泉徴収額っていうのは 6.77 ドル取られてるんですけど、こっちだとニーサだと、この国内徴収税額っていうのがこれ取られないんで、ね、ここが非課税の恩恵を受けてると。ただ外国税は取られちゃうんですけどね、外国税は変わらず取られるけど、日本での課税がされないっていうのがニーサですね。はい、で、こっちになると202株持ってるので 70.29 ドル、50株持ってるので 17.4 ドルと、それぞれ、まあ、内訳がこんな感じになってると。まあ、こういう配当金の明細のね、見方も、まあ、分かるようになると、どんどんね、配当金もらうの楽しくなっていくかなと思います。では、SPYD のね、株価チャートとか見ながらちょっとコメントしていきますけれども、現在株価がね、1株 39.73 ドルということで、まあ、大体この40ドル前後っていうのでは、SPYD はまあ、推移してるかなっていうのでね、ここから大きくはずれないっていうのが最近の傾向ですかね。で分配利回りね、これ配当金の利回りが 5.09% ということで、高配当株 ETF の中でも高い方っていうね、まるで個別株の、配当をレベルのね、高配当を維持できているということで、これは非常に魅力的な部分かなと思いますけども、チャート見ていくと、まあ、これ半年ね、過去半年のチャート見てみると、まあ、先ほど言った40ドル前後で、まあ、ちょっと6、7月にちょっとなんか高くなってるのがあるけど、まあ、最近はちょっと調整も入り気味なんで、一旦38ドルぐらいまで落ちてる時がありましたけどもね、まあ、少しまあ戻してちょっとまた下がってみたいな、まあ、今後はまた調整入るかなっていう気もしますけどね、まあ、どうなんでしょうっていうところです。
SPY での配当の履歴ですね、今まで1ドル、1株あたりの配当金がいくらでしたかっていう履歴が、SBI 証券だと見れるんですよね、ずっとね。で、今回2021年9月期が 0.38 ドルぐらいですね。これが、去年の同じ時期、2020年9月と比べてどれぐらい増えてたかっていうと、0.26 ドルから 0.38 ドルにすごい増えたっていうことで、これは増配と、いわゆる世間で言われる増配になるんですけど、ただ、2020年の9月っていうのはめちゃくちゃコロナの影響を受けた時で、すごい配当金下がっちゃった時なんですよね。ちょっと直近とかで見てみるので、だいたいね 0.3 ドル台、0.39、0.36 ってきて、一気にガツンと 0.26 に落ちちゃったっていうね。これ前年同月、2019年9月見てみますか、0.44 で出してるのにね、ガツンと下がっちゃったなって。まあ、2020年12月にちょっと復活したんですけどね、0.6 ドルっていうところで。で、2021年3月も 0.6 ドル台で、あ、すごい絶好調だなっていうことで、まあ、ちょっと6月、9月はちょっとその分戻したかなっていう感じで、まあ平均していけば2020年のこの合計値をね、超えていくんじゃないかっていう気はしますけどもね、だからまあ別に悪くないペースなのかなって気はしますね。はい、で、じゃあゴマワ自身の SPYD の配当金受領履歴も見ていきましょうと。いう感じで、2019年6月から保有してますけどもね、最初は NISA 口座だけで持ってましたけど、特定口座とかでも持つように増やしていったので、まあ、ちょっと増えてるかなっていう感じですけど、コロナショックの時でも徐々に積み立ててたんで、合計936テオドルぐらいね、すでに配当金をもらっているっていう感じですね。続きまして VYM の明細書を見ていきましょう。まあ、VYM ね、僕特定口座も持ってるし、NISA 口座でも、2018年分とかから持ってるのでね、結構 VYM はやっぱ一番量も持ってるし、歴史も長いですね、僕が持っている中ではね。その中で僕の主力の、ね、投資商品であると言えますね。もちろんたくさんの配当金ももらうことができています。まあ、ちょっとこの詳しい説明はしないので、後で気になる方はこの明細書のところ、まあ、この動画ストップして見ていってもらえればと思います。で、VYM の株価チャートから分析していきましょう。今一株株が104ドルぐらいですね。分配利回りが 2.83% ということで、ちょっと寂しい数字。高配当株とはちょっと言いづらいくらい、 3% 切っちゃってるんでね、ちょっと悲しいですけども、まあでもね、高配当株の中ではまあ成長性もあると、キャピタルゲインも狙いつつインカムも狙えるっていう、まあ両方いいところ取りできるかなっていうふうに思える僕の感想のね商品なので、まあ、僕はこれが一番バランスが取れてて好きだなというふうに思います。 VYM はね、やっぱ421銘柄ぐらいにね、分散して投資できてるっていうのがあるので、 SPID とか HTV に加えるってね、銘柄数が多いんですよね。まあ、銘柄数多いければいいっていう話でもないんだけど、まあなんか僕的にはまあそこら辺は魅力に感じてるし、やっぱり、そうですね、その後輩と狙いつつ、やっぱりそのね、キャピタルも狙ってる、株価の上昇も狙えるっていうね、そこら辺のなんかちょっといいとこ取り、できてるところがやっぱり魅力に感じてますね。はい、で、株価は過去半年見るとずっともう100ドルをね、上抜けてからもうずっとその100ドル以上キープしてるって感じがしますね。なんか調整とか入ってもなんか大きく崩れてるような感じも受けないし、まあ最近はここちょっと下がってきてるけどね。まあちょっとこれからちょっと100ドル切っちゃうかなっていう時もあるかもしれないですけどね。まあそれは逆に買い時かなって気もするので、まあちょっと楽しみに見ていきたいかなっていうところですね。で、VYM の配当履歴も見ていきましょう。9月期が 0.74 ドルということで、前年同月比の2020年9月見ると 0.70 なんで、これは増配ですね。確実に増配と言えるでしょう。で、この調子でいけば、そうですね。また、2020年の配当金の
合計額を超えるかなって感じですので、ね、1年間トータルで見ても増配って言えるのかなっていう感じがしますね。増配っていい響きですね。嬉しいですね。はい。で、5万円の VYM の配当金受領履歴ですね。2017年から、まあ、もう4年半ぐらいか。まあ、結構、メインで投資してますね。こういう株数もね、どんどん増やしていってるので、合計で4000ドルぐらいね、配当金もらえなってます。配当金だけで4000ドルか。さらにね、あの株価の値上がり益もあるので、まあ、トータルでかなりの利益を生んでいるということですね。配当金だけで4000ドル、40万円以上ですのでね。まあなんかとんでもない数字になってくるな。やっぱり4年とか続けてるとね、でかいですよね。はい、続きまして HTV です。こんな感じの最初になってます。で、株価チャート見ていきましょう。95.48 ドルが現在の株価ですね。で、販売利回りは 3.53% ということですね。まあまあ、これぐらいのね、高配当株というならこれぐらいが適正なのかなっていう感じですね。高配当株の ETF ならね。個別株だったらもっと 5% ぐらい欲しいかなって感じがしますけどね。まあ ETF でね、分散してるっていうのがあるんでね。3.53% ぐらいがまあ妥当かなって感じですね。HDV は75銘柄に分散投資されてるはずですね。で、株価のチャート見る、過去半年の見ると、まあ94ドル以上はキープしてるって感じですかね。これもそろそろ100ドル上抜けるかなと思ったんですけどね。まあなんかそんなとこまではいかないかなっていう感じですね。で、配当履歴見ていきましょう。今月9月が 0.76 ドルで、前年増同月比2020年9月は 0.85 ということでね、これは減配ですね。減配してしまいましたけどもね。でも昨年ね、HDV はね、コロナショックの影響を一番受けなかった高配当株 ETF と言えてたんですよね。やっぱあの、不況に強い HDV っていうのがすごく感じる一方、一方でちょっと株価がね、上がってきてる昨今の状況で、まあ、いまいちインパクトが薄いかなっていうのも逆に HDV だから良くも悪くもね、あの安定してるのが HDV の特徴かなと僕は思っていますので、まあ、そういうなんか不況でも強く、まあ、好景気の時も、まあ、そんなに出しゃばらないよみたいなね、そんな特徴が好きな方は HDV をね選んで高配当戦略をね練るっていうのもいいのかなというふうに思います。ごまの HDV に配当金利益はこんな感じですね。合計で520ドルもらってます。2019年6月から保有開始してます。続きまして、まあ、高配当じゃないんだけどね、VT も100株、合計100株持ってまして、まあ、僕が初めて買った ETF でね、思い出の銘柄ですね。いや、最初ドキドキしましてね、ドル転してね、そのドルを握りしめてね、VT を買うって、ね、これ1本で世界株式全部買えちゃうんだったらもう最高じゃないかってね、これしかない、もう答え見つけたみたいに思ったのが、懐かしいですね。まあ、その後 VIM とか見つけてね、VIM の方がいいじゃんとか言って VIM に乗り換えたりしたんですけどね。今の VT の株価が1株当たり 102.65 ドルと。で、分配利回りが 1.68% ですね。まあ、これ配当利回りが、まあね、もちろん高配当株ではないので、この程度だということですけどね。でも株価の値上がりはずっと、まあ、上昇してるなっていう感じだね。ね、今までの、チャートと違って、ちょっと右肩上がり感が結構、強いかな VT はと思いますね。まあ、最近はちょっとやっぱ下がっちゃってるんですけど、まあどうなるかってとこですね。で、5万の VT の配当金受領履歴はこんな感じ。合計受領額が735ドルでしたね。はい。それではですね、ここで、米国高配当株の ETF の増配一覧を見ていきましょう。先ほどね、示していた、配当金の履歴が、SBI 証券で見れる図をこう、パッパッパッと貼ってますけども、この時に、こう増配減配ってね、配当金が増えた減ったっていう指標の一つに前年同月比と比べるっていうのがあるんですね。2021年9月と2020年9月を比べて配当金どれだけ増えたか減ったかっていうのを見るっていうね。で、これパーセントで示されることが多いです。他の YouTuber の方もみんなこんな感じで、紹介してる方が多いですね。で、なんで前年同月比で比べるかっていうと、ETF の配当金大体年に4回出ます。まあ、米国の ETF はね、年に3月、6月、9月、12月みたいな感じで出ますと。
でよく見るとその月ごとに出てる金額って結構バラバラなんですよ。この 0.5 ドルしか出てない時もあるし 0.8 ドルも出てた時があって、これがまあ大体1年間で鳴らすと、鳴らすっていうかまあ合計すると 2.9 ドルですよっていう、ね、うん、感じで、ちょっと月ごとにばらつきがあるんで、どこで比べるのがいいのかなっていう時に、やっぱ前年の同月で比べるのがまあ一番わかりやすいなってことで、まあ、この比較の方法をよくとってる感じですね。で、2021年9月期は、まあ、プラス 6% だったのが VYM ですよっていうことが言えます、これで。うん。で、逆に HD 分野で減配しちゃってて、前年同月期で比べるとマイナス 10%。の減配でしたね。で、SPYD は、まあ、この数字だけ見れば好調なんですね。プラス 46% っていうね。ただ、これも数字のマジックで、2020年9月期はコロナショックの影響をすごくもろに受けた時期で、すごく減配が大きかった時期、と比べて、今回は、まあ、マシになってますよっていうだけなんですよね。実際はこれがもっと 0.6 ドルぐらいとかね、もらえてるんだったら、もうめちゃくちゃ跳ね上がってるなっていう感じはするんですけど、うん、そういうわけではないよっていうことですね。まあ、数字のマジックなんでね、ここだけ切り取ってみても、まあ、何がいいんだかっていう話ではあるんですよね。で、HDF がマイナス 10% になってるって言っても、まあね、1株当たり 0.7 ドル、6ドル出てるんで、ね、決して別にそんなすごく悪いとかいうふうにも思わないし、一応ね、この率で見るとこういう数字は出てきますけども、まあ僕はこの率に関してはそんなに強調しなくてもいいのかなというふうには思ってますね。ここを強調してもなんか本質を見失うかなっていう感じなんで、まあ、単純に一番わかりやすいのはこう合計がちゃんと出た時に評価するのが一番いいんですよね。ぶっちゃけこの月ごとに、まあ、この9月の段階で評価するってなかなか難しいので、うん、このね合計額2000、例えば2020年の合計額と2019年の合計額、これを比較して、あ、2020年は増配したねっていうのは非常に分かりやすいので、それはちゃんと的を得た評価かな、評価比較なのかなっていうふうに思うんですね。だからそういうふうな、まあ、こういうデータを自分で評価する方法っていうのは自分の中で考えつつね、自分なりにこう咀嚼できるような風になっていければ、まあ、投資家としてもね、まあ、レベルアップできるんじゃないかなというふうに僕は思います、ということで締めていきたいかなと思いますね。はい。で、まあ、あとお伝えしたいこととしては、高配当株 ETF の配当金はまあ実は不安定なんだよということでね、まあ、今言ったように対前年同月期で比較をよくされるということあるけど、まあ、そこはそんなに本質的じゃないかなというふうに思います。で、景気と配当金額の相関性っていうのは結構低かったりしますね。特に HDV に関してはそうなんですよね。不景気だからって悪くならないけど、好景気だからって良くもならないっていう、そういうね、こともありえます。で、あとは ETF は常にね、銘柄の入れ替えがあるので、リバランスっていうのが行われているので、ね、そんなすごく安定してる、逆にね、配当金額としてはちょっと安定してないかなっていう部分もあります。まあ、安定するっていうね、見方もできるんだけど、まあ、ここら辺はちょっとね、まあ、難しいところで、うん。なんか、だから、で、配当金が多いってことは、成長性が低いっていうこととも、こう、言い換えられちゃうんですよね。成長性が高い企業っていうのは配当金を多く出さないで、逆に自社に使うわけですよね。自社の設備投資だったりとか、ね、いい人材を確保するためとかにお金をいっぱい使って配当金は抑えますよっていう、とか多いんですよね。Google とか Amazon とかで配当金全然出さないんですけど、それは自社の、ね、ビジネスの成長に全力でお金を使っているっていうことで、それ株主もそれを理解して投資をしているわけですよね。だからそういう部分にお金を使わないで配当金いっぱい出しますよ僕はっていう企業を集めてばっかりだと、やっぱ成長性がね、その分失われてしまうので、そこら辺はまあ、なんて言うんだっけ、帯に短し、たすきに流しみたいな、そういう長所と短所のバランス、そういうのを自分で見極める必要があると、各々の ETF の特色をつかむっていう必要があるのかなって思いますね。
で、高配当株が ETF が向いている人、SPYD、HDV、VIM を、ね、買うべき人っていうのは、まあ、企業分析がそこまで好きではないという人で、投資は趣味ではなく時間をかけたくない人、銘柄の入れ替えなど自動でやってくれるのが魅力だと思う人、あと多少配当利回りが、ね、低下しても手間をかけたくない人で、保有銘柄の数を厳選して管理しやすくしたい人などが、まあ、該当するかなと思います。5万はまあ全部該当しているので、高配当株 ETF を買ってますという感じですね。で、最近の VYM、HDB、SPYD の情報をちょっと自分なりに咀嚼して、表にしてみましたけど、僕は VYM が一番好きで、まあ、やっぱバランスいいわっていうのはね、僕はずっと感じていますね。バランスが取れてるファンドだなと思ってて、まあ、いいとこ取り向けですね、キャピタルゲイン、インカムゲイン両方もらいたい人向けっていうね。で、HDB はディフェンシブな方向けですね。減配が怖いって思う方、とにかく配当金をね安定的にもらいたいって方は HDB がいいかなと思います。で、SPYD は配当金がいい時も悪い時も全然あるので、ただまあ悪い時はまあ我慢するけど、もう とにかくいい時はとことん欲しいね、とにかく配当金欲しい、まあ、配当利回りも一番高いですから、そこら辺はまあオフェンシブに、ね、行きたい人っていうのは SPYD がいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そんな感じで、今期の5万円の配当金受領額の合計、まとめを出してみますけど、こんな感じでした。まあ、合計でね、65,888円ももらえてるってね、一月でね、これだけもらえてるっていうね、まあちょっと美味しすぎるっていうかね、一人暮らしだったらもう家賃としてこれで生活できちゃうじゃんっていうぐらいのね、額をもらえるようになってきましたね。これは非常に嬉しいことです。やっぱコツコツとね、投資を続けてきた甲斐があるかなというふうにごまおは思っています。で、ごまおの現在の2021年9月時点での資産別ポートフォリオがこんな感じですね。まあ、ETF と個別株のポートフォリオですね、だけのポートフォリオはこれで、 VIM がね 45% という非常に大きな割合を持ってて、 SPYD、HDV もね、13、4% ずつぐらいね、持ってるってことですね。個別株もちょっと持ってるんですけどね。はい、あとは VT、VTI っていうのはちょっと持ってます。で、僕の全資産のポートフォリオですね。現金、で、先ほど示した米国株 ETF と個別株、で、あとは投資信託で持ってる分、あと仮想通貨っていうね、その合計を持ってます。で、10月頭時点で、資産が3900万ぐらいは持ってますということで、このね、まあ、こんぐらい運用資金があると、いろんなことを試したりとか、あとはまあほっときゃ増えるみたいな状態になってきやすいので、まあここまでね、なんとか来れれば、まあこうやって人に紹介するとかいうこともできるようになるし、まあある程度ね、お金もあると心も安定してくるので、いいんじゃないかなと思ってます。はい、で、今回紹介した VIM とか SPYD は、僕は SBI 証券でね、ETF を自動積み立てできる機能っていうのがあるので、それを使って買うのがまあ一番楽かなと思ってますね。SBI ネット銀行でドルを入手して、SBI 証券で自動積み立てをして買ってます。で、あと投資信託でね、やりたいって人は SBI 証券のクリカ積み立て、これはまあ投資信託ですね。ETF 買えないですけど、これはSBI シリーズの SBIV、S&P500 とかね、そういうのを積み立てられるので、まあ、三井住友カードとか使いながら、投資に積み立てするのは SBI 証券できるのでね、それも面白いと思ってます。こんな感じでした。はい、まあ、SBI 証券口座開設まだの方は、この動画の概要欄のリンクからどうぞ解説してみてください。はい、それでは、ね、100年健康に生きるために、ごまは今後もお金の知識、ね、配当金の報告も、まあ、もらうたびにしていきたいと思いますのでね、ぜひ参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。